今回は僕目線で見て痩せたい人は参考にしない方がいいであろう YouTuber を3人紹介していきたいと思います。どうも、小田原学徒です。ダイエットは結構一般的な問題なので YouTube にもダイエット関連の動画は腐るほどあります。ただそれらの動画の内容が全て正しいかというと正直微妙なところで、むしろダイエットの役に立たない間違った情報の方が多いよねといった印象ですね。でこういってもどの動画が間違っていてどの動画が正しいのかわからないと思うので、今回は僕目線で見て痩せたい人は参考にしない方がいいであろう YouTuber を3人紹介していきたいと思います。それでは早速チャンネル名を発表していきたいと思います。1ひなチャンネル、2マッスルウォッチング、3マリナ竹脇。以上3つが痩せたい人が参考にしない方がいい YouTuber になります。チャンネル名だけ発表してもなんで参考にしない方がいいのかわからないと思うので、次にそれぞれのチャンネルがどのような動画を公開しているのか、そしてそれの何が間違っているのかを解説していきたいと思います。まずひなチャンネルから。ひなチャンネルは登録者数167万人を超える超大型 YouTuber です。多分ダイエット関係で一番大きなチャンネルなんじゃないですかね。で次にひなチャンネルがどのような動画をアップしているのかを見ていきましょう。で今回再生回数が多い人気の動画を上から5つピックアップします。1位、ダイエット1週間で足痩せする方法、足痩せ。2位、きつい筋トレ、お腹の脂肪がみるみる落ちる、ノーカット筋トレ、下腹部。3位、1000万再生された足痩せ成功者続出、1週間で足痩せトレーニング動画、ダイエット。4位、1日でお腹が痩せる鬼の筋トレ、ワンデイアブスワークアウト。5位、ダイエット1週間で下腹のお肉みるみる落とす、下腹部痩せ。で次になんでひなチャンネルを参考にしたら痩せなのか話していきますが、今言ったひなチャンネルの人気動画を並べてみるといくつか共通点があることが分かると思います。それは足痩せとか下腹部痩せといった具合に、体の気になる部位の筋トレをすればその部分の脂肪が落ちるというふうに紹介している点です。ですがそのようないわゆる部分痩せって研究で否定されているんですよね。つまりお腹の筋トレをしてもお腹の脂肪が落ちるというわけではないということです。まあ、筋トレをすることで筋肉に水分が集まって一時的に見栄えが良くなるっていうのはあると思うんですけど、それ脂肪と関係がない一時的な変化なので痩せたわけじゃないんですよね。そして5つの人気動画以外にもひなチャンネルには部分痩せに特化したコンテンツが多いので、ダイエットの参考には正直ならないと思います。で次にマッスルウォッチングです。チャンネル登録者数145万人、ひなチャンネルに負けず劣らずの人気 YouTuber ですね。でそれでは先ほどと同じように5つ人気動画をピックアップしていきましょう。1位、1日1回二回り太ももを細くして隙間を作る足痩せ運動、ナスキビトレ塾。2位、体が硬い人でも必ず開脚ができるようになるストレッチ方法、マッスルウォッチング。3位、1日1回13センチ太ももが細くなった最強足パカルーティーン、正月太り解消。4位、1日1回世界最速で痩せる神ダイエット。5位、XL から XS へ、マイナス14キロで太ももを激痩せ、私がやってた10分間トレ。で次になぜマッスルウォッチングを参考にしたら痩せないのか話していきますが、マッスルウォッチングでもひなチャンネルと同じようにいくつか動画に共通点があります。まずはひなチャンネルと同じ部分痩せですね。足痩せ運動とか足パカルーティーンとか。で特に足パカって女性の間ですごい人気なんですけど、先ほどの話でも人間って部分痩せをしないので足パカをしても足の脂肪が落ちるわけではないんですよ。横になって足を高い位置に上げてキープするので、むくみの解消には一定の効果があるかもしれないんですけど、それは水分の移動による一時的な体型の変化なので、ダイエットとは別物と考えた方がいいでしょう。で次に1日1回とか10分神トレとか、短時間かつ簡単な筋トレであることを強調している点ですね。運動初心者とか体を動かすのが嫌い苦手という人にとっては時間がかからなくて手軽にできるっていうのは魅力的だと思うんですよ。ただそのように手軽さを追求してしまうとダイエットに意味のある運動じゃなくなっちゃうんですよね。例えばダイエットに意味のある筋トレやろうと思えば、バーベルとかダンベルとか器具を利用して負荷の高い筋トレをする必要がありますし、全身を鍛えるために必要な種目数とかその間のセット間の休み時間とかを考慮すると、1回あたりのトレーニングで1時間弱の運動時間を確保しないとできなくなるでしょう。つまり綺麗な体型になるために効果のある運動をしようと思えば、その目的のために時間とか手軽さを犠牲にしなきゃいけないんですよ。もし私は運動が苦手だからとか筋トレが嫌いだからといって自分の都合で短時間とか手軽さを優先してしまうと、正直綺麗な体型になることは諦める必要があります。マッスルウォッチングで紹介されている運動は運動不足とかリハビリ目的とか少しでも体を動かすことが目的の人にとっては適切なレベルだと思うんですけど、ダイエットが目的で綺麗な体型になりたい人であれば正直参考にすべきではないと思います。そして最後にマリナ竹脇ですね。これ多分本名だと思うんですけど、チャンネル名なので継承はつけません。でチャンネル登録者数が144万人、最近の動画で YouTube の急上昇にも選ばれていましたし、登録者数の伸び方的にも今ダイエット系 YouTuber で一番勢いがある人だと思います。
では次にマイヤー竹明の人気動画をピックアップしていきましょう。1位ハンドクラップ、2週間で10キロ痩せるダンス、15分ノーカットでアラサーが本気で踊ってみたから一緒に踊ろう、ハッシュタグ家で一緒にやってみよう。2位地獄の11分マンション OK 飛ばない脂肪燃焼ダンスで全身の脂肪をみるみる燃やす、痩せるダンスダイエットで正月太り解消、ハッシュタグ家で一緒にやってみよう。3位地獄の9分ネタままだけど超きつい、足パカで足痩せとお腹痩せして新生活を迎えよう、痩せるダンスダイエット、ハッシュタグ家で一緒にやってみよう。4位ハンドクラップ、2週間で10キロ痩せるダンスをお母さんかっこアラカンと踊ってみたから一緒に踊ろう、80年代エアロビバージョン、娘アラサー母アラカン、ハッシュタグ家で一緒にやってみよう。5位地獄の19分3日坊主でもいい、超きついけど楽しく痩せるダンスで全身脂肪を燃焼、マンション OK 飛ばない有酸素運動でダイエット、ステイホーム。でマリナ竹脇の人気動画の共通点は痩せるダンスですね、まあ、つまり20分弱のダンスをすれば楽しく痩せることができると、そういう風に紹介しているわけです。でもダンスをすれば痩せるかって正直微妙なところなんですよね。体重の増減は摂取カロリーと消費カロリーのバランスによって決まります。つまり痩せるためには食事の摂取カロリー以上に運動で消費カロリーを稼ぐ必要があるということです。なのでダンスのような有酸素運動を始めて消費カロリーを稼ごうとすること自体は間違いじゃないんですよ。ですがほとんどの人って厳密にカロリー管理をしているわけじゃないので、摂取カロリーは毎日均等ではなくて日によって上下するのが普通です。また友達とのランチとか会社の飲み会とか、平均的な摂取カロリーを大きく上回る日が週に何回かあるという人も多いでしょう。そして20分のダンスで消費されるカロリーは体重50キロの場合大体130キロカロリーです。これ1週間に1回ダンスをするという場合は137で割って1日あたり増える消費カロリーは約19キロカロリーになります。ハイチュウ1粒分のカロリーです。でこれ言わなくても分かると思うんですけど、ハイチュウ1粒分の消費カロリーを稼いだところで外食で食べ過ぎた分をカバーするのはまず無理です。ほとんどの人はダンスの消費カロリー以上に食べてしまいます。まあ、もちろん毎日ダンスをすれば痩せるかもしれません。でもそれでも消費されるカロリーは1日あたり130キロカロリー。これはおにぎり1個分以下なので、まあ、正直痩せない可能性の方が高いでしょう。結局のところ食事に気をつけなきゃ痩せないんですよね。またダンスのような有酸素運動って筋肉にかかる負荷が軽いので、ダイエット中に起こる筋肉量の低下を防ぐことができないんですよね。まあ、これは言い換えれば体が引き締まりにくいということです。まあ、なのでダイエット目的なのであれば、毎日有酸素運動をして少ない消費カロリーを稼ごうとするよりも、週に1、2回でもいいので負荷の高い筋トレをした方がいいでしょう。その方が運動に割く時間が減って精神的に楽ですし、綺麗な体型にもなれます。まあ、つまりマリナ竹脇の動画で紹介されたダンスをやること自体は間違いではないが、ダイエットではそれ以上に重要でやるべきことがあるということですね。それでは今回内容をまとめます。痩せたい人が参考にしない方がいい YouTuber はひなチャンネル、マッスルウォッチング、マイナツ竹脇、この3つです。ひなチャンネルを選んだ理由は部分痩せに特化したコンテンツが多いから、マッスルウォッチングで痩せない理由は部分痩せに特化したコンテンツが多いこと、かつ紹介されている動画が意味のあるものになっていないから。でマリナ竹脇で痩せない理由はダンスで消費カロリーが増えるのは事実だが、それだけで痩せるのは現実的に難しいから。で一応最後に補足しておきますけど、今回はひなチャンネル、マッスルウォッチング、マイナ竹脇、この3つをピックアップしましたが、参考になるのはダイエット系 YouTuber 他にもたくさんいます。というか基本的に参考にしない方がいいので、 YouTube を見るときは注意するようにしてください。ダイエット方法が知りたいという方は僕の過去動画を見るようにしてみてください。痩せるためには何が必要なのか、何をすべきなのかよく分かると思います。